どうも皆さんこんにちは、アンドロメダです。現在、ネザライトの原料である古代の残骸を集めています。ツールをすべてネザライトに改めたいので、集めている間に前回のあらすじをどうぞ。パート215、始まるよ。ということで、パート215、やっていきましょう。古代の残骸を集め終わりました。古代の残骸を精錬すると、ネザライトのかけらになり、ネザライトのかけら4つと金インゴット4つで、ネザライトインゴットができ、ネザライトインゴットを火時代で、ダイヤツールに合成すると、ネザライトツールができます。ネザライトツールはダイヤモンドツールよりも、耐久性が高く、性能が高く、溶岩や火、爆発でなくならないという性質があります。だから、ネザライトツールを作る必要があったのですね。それでは、まずツール四天王とその予備を、ネザライト化していきます。剣ツルハシ、斧、シャベル、そして、ついでにダイヤ装備もネザライト化します。今回のネザライト集めにかかった時間は約20時間、捨てたネザーラックは約3万個、飲んだ耐火ポーションの数は121本でした。もう二度とやりたくないです。裏作業で当たり前のように、地図埋めをしていたんですが、森の洋館を見つけてしまいました。急遽、録画を回しています。決めた、今回の目玉は、森の洋館攻略にします。しかし、森の洋館って大体普通に、攻略されるか、燃やされるか、爆破されるかのどれかですよね。多分マイクラの建造物で、一番ひどい扱い受けてるんじゃないですかね。ということで、地図埋めを終わらせて、森の洋館攻略の準備を、します。さらに、ピリジャーの前哨基地を、見つけました。ここに来れば確実に、不吉な予感、の、効果を受けることができます。今後も定期的に襲撃イベントを、こなしていきたいので、非常に便利です。ということで、不吉な予感のレベルを、5、まで上げて、襲撃イベントを、やってみます。やってみました。余裕でした。さて、森の洋館攻略に移るわけですが、攻略に使う材料は、こちらです。水バケツ2個、ブロック数スタック、斧。そう、今回は、水、をテーマに攻略したいと、思います。なぜこのテーマを選んだのか、話しながら作業していきます。普段森の洋館は、放火されるか、
爆破されるか、そのようなひどい目に遭いがちですよね。なので、公約、と言っておきながら、今回は森の洋館を住みやすく、改造してあげる、いわば、リフォーム、の回です。しかし、元の景観を損ねてしまっては、森の洋館にとっても、良くないと思うので、さらっと水につけるくらいにしておきます。そのため、途中の作業は全カットします。ということで、出来上がったものがこちらになります。これが本当の水羊羹。それでは、貴重な森の羊羹内を泳ぐ映像をご覧ください。階段やフェンスまで水に浸すのはさすがに面倒すぎたのでやめました。そこまで気にしていたら投稿がさらに2ヶ月遅れてしまいそうだったので。ということで、本当に火や爆発に強くなっているのか、大爆実験を行ってみます。使用する TNT は約1000個。果たしてどうなるのか。ここで一句。羊羹の缶がなくなや森のよう。木村に改修工事を施したので新たな仕掛けを見ていきましょう。木村マーク3、まず目につくのは壁の黒曜石。これでクリーパーに壁を吹き飛ばされたりなどする心配はないですね。5マス目までなのは単に数が足りなかったからです。続いてマグマブロック。現在斜め方向に攻撃手段がないので壁に近づけさせないために敷いてみました。続いてスイートベリー。敵を水没マグマトラップに誘導するために設置しました。これ自体も触れると動きを止められるので結構強かったりします。最後は矢の雨トラップ。人型の敵なら 100% 死にます。では実戦投入です。さあトラップの威力をとっとみよ。でアイアンゴーレムが強すぎて第1ウェーブが一瞬で終わりましたね。第2ウェーブが始まりましたが、すでに敵の体力が削れていますね。床が溶岩だと気づくのが遅すぎたんでしょうか。どうやら、矢の雨トラップに敵が引っかかっているようなので、見に行きましょう。はぁ、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 これは、我ながら恐ろしいものを生み出してしまったかもしれないですね。第3ウェーブです。マグマブロックが強力すぎて、壁に登っている間に敵が半分いなくなっていますね。10マス上からのジャンプアタックでとどめです。第4ウェーブです。水没マグマトラップを使っていきましょう。
地味なのでカットです。大ウェーブって本当にマグマブロック強力すぎませんか。これせめて最後だけはとどめを刺します。終わりです。矢の雨トラップが見づらかったので上から操作できるように改造しておきました。これで襲撃者が蜂の巣にされる様子を上から悠々と眺めることができます。もはやこの村これ以上強化する必要ないんじゃないか。ということで破壊と創造のパート215いかがだったでしょうか。ずっと邪悪な村人をいじめ倒してただけな気もしますが結構濃い動画になったと思っています。強いて言うなら作業量に対して使う動画の尺は短いので今回はかなりコスパの悪い動画になっています。本当にパート数を飛ばしてるみたいですね。次回は海底神殿の攻略、その他もろもろやっていきます。あとエンディングの BGM も変わります。そういえば今回は2ヶ月以内投稿を守れました。やったぜ。次回も2ヶ月以内の投稿を目指します。一応、パート999で終わらせる予定なので、今年の末くらいにはこのシリーズは完結すると思います。では、チャンネル登録、高評価、などなどよろしくお願いします。どうも皆さんさようなら、アンドロメダでした。